こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。みくんです。花です。はい、ということで2024年も頑張って YouTube 撮っていこうと。農家さんも頑張ってます。はい、はい、いや、あのね、うん、同じ四駆ですから あれは肉だわトラクターは肉ですね、うん、はい、あのトラスト四駆です。四駆です。あれは四駆なんだ。四駆です。四駆じゃないとスタックしちゃうじゃないですか。え、あのトラクター四駆なんですか。四駆ですらしいです。いや、あの肉のトラクターってどれですか。え、肉のトラクターありますよね。前はこう舵だけのやつ。そう、手押しで押すやつですか。いや、違います、違います。わかりました、すいません。あの田んぼの中でスタックしちゃうと思うんですけど、どうですか。気のせいですか。そうですね。田舎あるあるだ。いや、あのね、田舎は四駆なのよ。田舎は四駆。ということで今日も四駆の紹介です、うん、はい。はい、あのトラスト企画一時期ほら、あのなんかラリー車ベースを盛り上げようみたいにやってましたけど、はいはい、これなんと今日エボナインですよ、うん、皆さんエボナイン、はい、うん、まあ、ちょっとね、このお車、あのみくんが買い取りしたお車なんですけど、とってもあの事情の深いオーナー様から買い取りしたみたいでして、ちょっとそのエピソード触れつつね、ランサー今どうなのか、相場的にどうなのか、これからどうなるのかみたいなお話ちょっとしていこうかなと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いします、うん。大阪オフ会盛り上がってますか。イエーイ、オフ会来てねー。いやほら、はい、今日はね、はい、あの戦車からスポーツカーまで作ってる三菱重工のお車なんですけど、うんうん、これミークエボないんじゃないですか、はい、エボって値段上がんないんですか。いや、上がったじゃないですか。上がったんですか。エボリューション2とか3とか4なんかちょっとおかしいですよ。4って前めちゃめちゃ安かったですよね、うん、そうです、はい、みーくんがね、はい、もうちょっと前、はい、エボとかが値段上がる前は、はい、だいたい仕入れで15万から20万くらいです、うん、そうなんですよ。エボ4って程度よくても、良くても、うん、下手したら、うん、エボ4ってエボリューションシリーズの中で一番人気なかった不人気車です。はい、超不人気だったんですよね、はい、これね、逆に不人気で相当やっつけましたから、はい、あ、車的には安く仕入れて、うん、まあ、エンジンは同じですからね、まあ、車がないっていうのがね、うん、今世の中に車がエボ4の車が少ないっていうのが、うん、まあそこで希少性が出てきてまったのかしれないですけど、まあ値段が、ただ勘違いしてほしくないのは、うん、今カーセンサーとかグーネットとかに出てる値段は、うん、おかしすぎます。ですよね、ですよね、うん、でも裏を返せば、うん、車がなくなって希少価値が出てきたのってもしかしてまあ、そうですね。結局その3が高くなって、はい、で4が高くなって5が高くなって今6が高くなろうとしてるんです。6高いですよね、はいはいはい、やっぱ25年っていう縛りに対して反応してるっていう形ですね、うん、じゃあエボ4がまさにその時は今ほどではなかったですか、うん、はい、あ、そうなんだ。だからやっぱ人気的には、まあ、そうですね、あの不人気車を持ってて、うん、得しちゃったっていうパターンですね。うわー、はいはい、オーナーさんラッキーって感じですよね。そうですね、はい、まあ、オーナーさんってほとんどいないんですけどね。あ、いないです、はいはい、でみんなこの CT9A っていう、はい、まあ、エボ7だったり8だったり9だったりっていう風に乗り換えてる方が多いんですよ。そうなんですよね。まあ、こちらのね、あのオーナーさんももともとエボ5っていう車を乗ってて、うんうん、でそれを、まあ、事故でね、壊れてしまって、そう、で、急に乗り換えたんですね、はい、うん、なんとね、事故っちゃってね、車両金額が50万くらいしか降りないというね。いやでも、まあ、当時の相場考えると、うん、まあ、そんくらいかなぐらいの、うん、エボ550万ですからね、はいはい、今だったらきっと300万400万いきますよ、ね、してたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、はいはい、でこれに乗り換えられて、はい、でこれも
ちょっと長く乗ってたんですよね。あ、そうですね。8年とか9年ぐらい、うん、結局そのエボコがなくなってしまったので、はい、でもランサーが乗りたいのでじゃあ新しい方がいいでしょうと、うん、で一番新しいのはエボ9ですよと。あ、当時ね、うん、はい、そう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 ね。あの10になっちゃうと、うん、あのランサーじゃないんで。違います違います、それ怒られますよ。え、それ怒られますよ。あ、すいません、はい、4G63 じゃないんでエンジンがそうそうそう、はい、4B11 なんで、はいはいはい、そうするとまた違う車になっちゃうので。そうなんですよ、はいはい、やっぱりね、はい、で、うん、9乗られて、はい、じゃ手放されたこれ理由とかって分かるんですか。何ですか。10に乗るんですか。え、いやいやいや、これもね、もう、はい、もう21万キロ走ってるんですよ実は。あ、そうなんだ、はい、いや思いました、うん、エボ9のくせになんか各部結構やれてるなって思いました。全体的にやれてますよ、はい、あの外装も実はこうよく見ると分かるんですけど、はい、もう傷が多いんですよ。多いっすね。そう、傷っていう傷がね、細かい傷がいっぱいついてて、なんか特に足回りとかすごいなと思って、うん、このブレーキの色なかなかこうなんないよね。はいはい、まあ乗ってるとねこうなっちゃう感じですよね。そうですね、はいね、はい、だから割とエボ9って、うん、もう後の方のエボだから結構大切にもう、はい、保管してる人もいるじゃないですか。そうですね、はい、その中でもガンガン乗ってた、はい、まあこういう風にね、このカーボンのクリアが剥がれていっちゃって、うん、こうペリ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 こうね、こうペリ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 こうしていくんですよ、こう、うんうんうん、こうこう離れちっちゃうこうね。かわいそう、かわいそう、もうやめて。え、いやいやいや、これ全部剥がした人いるんですよ。でも全部剥がした方が見栄え良さそう、うん、あ、そうそうそう、こう、ね、こう剥がれていくじゃないですか、うん、こうやってあのよくあの日焼けした後の肌みたいな。楽しいよね、ちょっと剥がしてるのね、うん、もうボロボロになってる、うん、ボロボロになっちゃう。もうやめて、はい、やめて。だって剥がすとね結構楽しいんですよこれ、本当に。オーナーさん悲しんじゃうから楽しいのこれ、クリア剥がれてるのね、はい、はい、うん、すごいピンクの三菱、うん、いやそれ違うんですよこれ、あのこれこれあのこれやめてやめてくれこれこれこれね、これね、はい、あ、はい、もう劣化しちゃって、はい、劣化してる、うん、そうそうそう、まあ相場の話しちゃうと、はい、あれなんですけど、まあ、どうですか今エボ級は今手放す時期ではないですね。あ、じゃあ持ってる人がいたら、はい、もうちょい持ってた方がいいと。そうですね、もう少し持ってた方がいいですね、はいはいはい、これからエボ7が、うん、願ってきますので。でもエボ7って北米でも売ってたはずなんですよ、うん、北米仕様、左ハンドルのやつ。その辺でもやっぱり、うん、はい、来るって感じで来る、来る感じですね。うわ、はい、うわ、じゃなければエボ4みたいにならないです。確かに確かに、はいはい、やっぱ今だって極論から言ったら、はい、エボ5とエボ6あたりとエボ8あたり値段一緒じゃないですか。そうですよね本当に、はい、同じようなコンディションだったら、うん、エボ6の程度いいやつめちゃめちゃ高いから今、はい、うん、程度悪いやつはいくらでも安いのあるんですよ、うん、実は100万切っちゃう車なんかいっぱいあるんですよ、うん、エボ5とか6、うん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 、だからそれをいやエボ5とか6とか高いんですよねとかってて、うん、300万とかしちゃうんですよねって言ってて、はい、100万でも100万以下でも買えるやつがあるんですけどそれとそれを買ってしまうとチンって感じです。はい、はい、そうなんだ、うん、で、うん、何がその高くなるか高くならないか安くなっちゃうかっていうのをちゃんと説明しますね。はい、まず、4駆なので、うん、これやっぱりこうどうしてもですね、うん、サビ。なるほど、地域的な。サビがある車は極端に安い。はい、はい、割と雪道でもガシガシ乗ってる車種ですもんね。はい、そうですね、はい、はい、よくボンネット開けるとサビがあったりとか、うん、あとエボは意外と、うん、このエボはあんまないんですけど、うんうん、給油口の中、この部分、あ、ね、その先なんですね、うん、はい、この部分が、このここの部分ね、うん、ここの部分が錆びて穴開いちゃってるのに、なんか、うん、水はけ悪そうっすね。あ、そうなんですよ、だから錆びちゃうんですよ、うんうんうん、錆びちゃう。でエボ7とかもうガンガン錆びる。同じですもんね、うん、基本ね、うん、はい、そこポイントですね。そうですね、はい、そうで、ここが錆びてる車買ってダメです、うん、ここ錆びてたらもう下回りは、ね、あ、もうダメです、はい、結構来てるっていうことですか、はい、で、あとこの下から覗いてもらって、はい、どうしても交換できないパーツがあるんですよ。
このここ、これ、これですね。はい。これが錆びてるやつはダメです。それ AYC ってやつですか？はい。これが錆びてるやつはダメです。はい。そこを見てください。はい。そこは直せないです。改善できないんです。あ、カバーとかポンプ自体の錆びっていうのが、どうしても販売するときにそこをきれいにすることはできない。なるほど。はい。外装はいくらでもきれいにできます。はい。はい、例えばフェンダーが錆びてて、うん、フェンダーだけこうきれいにもう一回パテ持って、うんうん、あの形作るのはできるんですけど、はい、あそこは直せない。直せないですね。パーツもないんですもんね。はい、パーツもないです。パーツもないんですよ。なので、あの基本的にそこら辺の注意点を見てください。なるほどね。うん、じゃ高いやつがいいってわけでもないですもんね、だって。あ、そうですね。はい。はい、あと、うん、463の典型的な問題なんですけど、はい、エンジンかけた時にちょっとガラガラする車は基本的にやめた方がいいです。お、エンジンかけた時のここのベルトの中に、うん、あのラッシュアジャスターっていうのがついてるんですけど、 そうですね、それが音がしちゃう時、シャラ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 ってしちゃった場合は、クリスマスの音、サンタさん来たらダメ、終了ですから、です、はい、もうエンジンばらさないと、はい、それはもう寿命が近づいてます。怖い、はい、怖いよ。頑丈なエンジンじゃないんですか、463って。はい、ね、まあ、あとはよくこれ、こっからの水とかがここに当たるんですね、うん、これなんかそんな、いやいやいや、もうナットもう当てないようなもんじゃん。あ、こっちか、うんうん、こっちを見た方がいいんですね。そうですね、ここですね、その辺を見てください。はい、はい、その辺が錆びてる錆びてないで、うん、大きく今後のメンテナンス費用に関わってきます。確かに、はい、うん、うん、まあ、そういうところがポイントですね、うん、はい、あとチューニングしてない方がいいですよね。タービン変わったりとかね。そうですね、こういうふうにこうね、ノーマルチックな感じ、うん、まあ、エアクリとかは入ってますけど、すね、うん、ちなみにこのエアクリはダメですよ。これいけないやつですよね。はい、これ目詰まりしちゃうんですよ、これ。あのフィルターがですか、うん、俗に言う湿式ってやつですよね、うん、K&N っていう、うんうん、これはいけません、うん、はい、すぐさま交換してください。これにつなぎ替えてください。いや、純正がいいですよ、純正。はいはい、はい、うん、なるほどね、うんうん、それも全シリーズ同じですよね。そうですね、はい、うん、そうか、え、じゃあこのオーナーさん、エボ降りて次の車は何になりそうなんですか？ちょっとよくわかんないですけど、はいはい、とりあえず車、ね、はい、あの売りたいってことかな。でもすごいいいオーナーさんだったんですね。そうなんですよ、はい、これ貢ぎ物をね、はい、後からね、もうもらったりとかして、一箱もいただいたんですよ、うん、みーくんの大好きな俺んちのみかん。俺んちのみかん2つありますけど。ブローンってなってるやつ。まあ一応写真あるんで、こちら、うん、はい、ここを見てください、はい、こっちじゃないですよ、こっち、こっちね。はい、見るとこ違いますよ。はい、はい、そのあの隣に座ってるお姉様、ちょっと見るとこ違いますからね、間違って見ないでください。あれ、あれみたいな。はい、はい、うん、まあ最近ほら冬なんで、うん、はい、みかんの貢ぎ物すごくね、そうですね、いっぱいいただくんですけど、みかん、みーくん大好きです。はいはい、その他にリンゴも大量に頂いてます、はい、リンゴもいただいてます。特に青森の方、はい、ね、長野の方、はい、あのリンゴ王国なので、うん、来ましたねって感じで、はい、もうリンゴ大好きです。毎日この間もらったリンゴなんかこんなでかい特集ってやつで、うん、いや、こんな見たことないよみたいな。私当たりました、それ。もうすごい、多分割ると蜜めっちゃ入ってるやつ。そうなんだ、あんなでかいリンゴあるんだと思って、うん、あとリンゴって冷蔵しないといけないんですよ、うん、はい、今だったら上手なんですか、ちょっと待って、なんですか、冷蔵庫に入れる、なんですか、なんか冷蔵庫に入れないといけない。ちょっと出ました、このはなちゃんのすっとぼけ。え、なんですか、なんですか。リンゴは剥いたら塩水にちょっとさらすんだよ、うん、ね、うん、してる、塩の味をつけるために。違います。あの塩味つけるわけじゃないです。リンゴを塩味つけるために塩水につけるわけじゃないです。漬物じゃないんですか、はい、あのカットした後の表面が酸化しやすいんですよ。あ、その酸化すると茶色くなっちゃうんですよ。 そうですね、その茶色くならないようにするために、その、塩塩水でちょっとあのさらすんです。あ、そうなんだ、はい、そうするとあのリンゴの切った時と同じような感じになるんですよ。
そう豆知識。豆知識。いや、常識です。常識です。あの、はい、誰もが知ってることを今軽く言ってみました。はい、じゃあ車も表面が酸化しないように塩水でさらしとけば、はい、錆びないんじゃないですか。もう茶色くなっちゃいますよ。そうですか。はい、当たり前ですね。はい。じゃあそういうことでですね、あの本当いいお客様からランサー買い取りさせていただきまして、うん、はい、で弊社あの結構日産スバルのね、うん、あのイメージ強いと思いますけど、うん、もちろん三菱車、特にエボリューション、デリカ、結構な数買い取りさせていただいておりまして、はい、みーくんもあのランサー見るのは結構得意ですもんね。そうですね、各シリーズ、はいはい、もう全然もうもうすぐ見た瞬間に、あ、もうエボ QMR とか本当にえ本当にクイズ出したいです。もう目つぶってもね、 GTA なんかもうすぐ上がっちゃう目つぶってもあ GTA だみたいな、なんかこんなのついて、あ、なんかこれなんだこれみたいな、こう 前後バックしかないあれみたいな横に動かんですよ、ね、そうもうその時点で、うん、あの GTA だって分かっちゃいますから、得意ですよ、もう。そう、得意です。割とね、好きな車種でもあるみたいなので、はい、まあ、なのでね、こういうあの思い出が詰まったお車をちゃんと満足できる値段で買ってこれるのはトラスト企画の強みかなと思いますので、はい、ぜひ査定のご依頼もよろしくお願いします。で、この車は車と一緒にこういうなんかもうやばいぐらいのホイールあのギア変えられないです。バックギアにしか入れられない。そうそうそう。これにマフラーとかもね、はい、あの売っていただいてね、一緒に買い取りさせていただきました。そうなんです、はい、でこういうものを車と一緒に査定ができて、はい、一緒に引き上げしてくれる素晴らしい会社はおそらくトラスト企画しかないかなと、はい、私思いますので、はい、ぜひパーツも一緒に持ってる皆さんもご依頼の方よろしくお願いします。はい、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車。現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。